え本日ですね4月6日水曜日4月2日のホームでやった清水戦でディエゴ・ピテカ選手が交代時にペットボトルを蹴っ飛ばしてそれが観客席に入ってしまうで運よくね手すりに当たってくれたから ま、負傷者等は出ないで済んだんだけれども、まあ、そこに関して退場処分をもらったということで、えー、J リーグもしくはカシマアントラーズ側から、えー、4月の試合、えー、と、リーグ戦4試合と、ルバンカップのグループステージ2試合計6試合と、を、えー、が出ることができない、出場停止だよという処分が今日発表されました。で、 えピ、ー、トゥカが正直4月ずっといないのはめちゃんこきついとん。だけど誰かで穴埋めしなきゃいけない。じゃあそんな中で誰がいいのかな誰を出すべきなのかなどんな選手がいるのかなこの選手が来るんじゃないかなっていうのをちょっと自分なりに予想考察をしてみたんで、ちょっとまとめてみました。 じゃあね、えー、しばらく4月いっぱい出れないピトカが、とりあえず今シーズンどれぐらいやってるか、パパッと振り返ってみようかと。えー、出展は J リーグ公式サイトの選手名館から見ていきたいと思います。さて、ピトカ。えー、まあ、彼がいないと、正直この1ヶ月やばいのは間違いないんだけど、 まあスタッツパッと振り返っても、なやっぱり一試合平均の敵陣でのパス数リーグ8位だし、まあ、アシストはそこまで出てないものの、まあ、プレイ時間はすごいよね。リーグ23位だしね。まあ、ほとんどフルで出てるし、交代も基本してないようなイメージではあったから、まあ、ここが抜けるとなるとかなりうちはきついし、相方でやってる樋口がもっともっと疲労が増すっていうのは間違いないだろうと。まあ、そういう予測はできるよね、と。んで、 えー、通算ゴールが2点で、まあ、1試合平均シュートも2、2本ぐらい打ってると。うん。で、チームプレイだと、そうねやっぱりパス数に関しては、彼は、彼を超えられる選手はなかなかいないよなロングパス成功率だったり、ロングパス数自体もやっぱり多いし。で、それだけじゃなくて守備もね、 タックル成功も半分以上だし、空中戦も半分以上勝ってくれるし、まあ、結局あそこのボランチの位置にゴールキック相手からパーって来た時に、ヘディング競り合うこともできる身長もあるから、ちょっと彼がいないときついと。うん。で、ファール自体は多いし、まあ、この退場位置うん、まあ、これが、前回ね、あったね、うん。清水戦でやっちまったペットボトルポカーン事件ですけれども、 まあ彼のこのスタッツを見ても、やっぱり、いくら優秀な選手が後ろに控えていたとしても、厳しいんじゃないかなと。かなり、今月は厳しいと、思います。で、実際今シーズンパーって見てみても、まあもう90,90,90,90 90 90 90 90で83,63なんで、まあルバンカップの大分戦、直前のやつだね、直近のやつ以外はもう基本フル出場だし、 シュート数自体も打ってくれてるしね。まあ、ゴールはまだ、大分戦で取ったものの、まあ、ゴールじゃないところでね、貢献性は高いんで、まあ、彼の穴埋めを誰で、誰にして1ヶ月やっていくかっていうのがポイント。まあ、そこの候補をちょっと見ていこうかと思います。ピトゥカーが、 休みって中で第一人スターティングメンバー候補として期待されるのは新加入の中村だろうと。まあ、今シーズン加入してきて、まあ、徐々に信頼も勝ち取りながら、ちょくちょく試合には出てはいるし、やっぱりピトかヒグチの次にボランジ誰かって言ったら、まあ、ミサオがセンターバックに行ったこともあって、第一候補は中村なのかなと。で、彼は去年までバンホーレ候補でやっていて、でも背もね、高いし、 そういうハイボール処理とかもね、せることはできるとは思うので、まあ、ピトゥカの身長だったりとか、ボールを捌くって能力を考えると、彼が第一候補なんじゃないかなっていうのは、これは、まあ、大半のサポーターの方が考えるんじゃないかなと。で、中村亮太郎くんのスタッツ自体は、まあ、インターセプトちょちょくょくタックルちょくちょょくまあ、数字は、 弱いけども、タックル成功率85%っていうのはやっぱり大きいんじゃないかなと。ボール刈り取ることもできる。背の高いつなぎもできるボランチ。だから本当に万能型だなとは思うね。で、リーグ自体はそこまで出ていないんだけども、まあ、ちょくちょく交代では使われている、うん。っていう選手だね。で、平均プレイ数っていうのもやっぱ21ぐらいだし、まあ、でもロングパス成功も50%と。 ただやっぱりなんだろうな、その最初、川崎戦で途中で出てきた時っていうのは、お、やれるんじゃないみたいな感じの、ちょっと期待をね、匂わせてくれたような選手だったんだけど、まあやっぱりまだ慣れてないっていうのもあって、その調子が安定してないっていう印象も、うん。まあまだ始まったばっかりなんでね、こうだとは言い切れないんだけど、 でもタックル成功率さっき言ったみたいに85%あるっていうのと、まあボール借り取る能力はちゃんと持ってるぞ。しかもつなぎだったりパス精度っていうのも信頼はできると思うんで、あとはまあ慣れだったりとか J1 の舞台を1試合でも多く経験することによって彼は化けるんじゃないかな。まあそういう期待を込めてスターティングメンバーピトカの代わりに使っていくのかは、まあバイラー監督はどう考えるかはわからないけどね。まあそんな中村亮太郎選手も まあ J13 試合とルヴァンカップ3試合で、えー、それぞれスタメンがそのうちルヴァン2試合。で、他は途中から出てきていると。まあ出てることに関しては、そうね、まあシュート数だったりゴール数は目立たないのは仕方ないんだけれども、まあさっき見たようにタックル成功率が高い。で、背丈もあると。なんで、まあゴールキックからのハイボール処理も対応は一応できるし、 まあ、積極的に顔出してボールを散らす、繋ぐっていうのも期待はできるんじゃないかなと。なんで、まあ、ピトゥーカの代わりに使われるとしたら中村が第一候補なのかなとは個人的には思うかなで、そんな中村に続き、第二候補はおそらく彼なんじゃないかと。なんか今シーズンに入ってから、キャンプでは左サイドバックをやらされたり、でもいざリーグが始まるとサイドハーフで出たり、 途中からボランチをやったりっていう。この泉をボランチで使うっていうのは、まあ今のところスタートからっていうのは見受けられないんだけど、もしかしたらオプションの一個として使われる可能性も高いかなと。うん、泉ボランチ。まあ正直守備の強度で言えばそこまで高く、すごく高いとは言いづらいんだけど、まあ走れるし、献身的なプレイができるっていうのを買われて、 使われる可能性もあるかな。うん。ただやっぱり彼は、そのサイドハーフだったり、前で持った時に、何か違いを生み出したり、最終ラインとの駆け引きで裏を取るっていう良さもあるので、そこの良さを決してボランチさせるのかどうかはわからないかな。まあでも、その玉際だったり、切り替えだったりっていうのはさすが明治サッカー部出身なだけあって、 で、前線からでもそういう仕事はできているんで、まあ、あとはそのボランチっていう仕事をやらせた時にボールを運べるとは思うけど、散らしたり繋げるかって言ったらそれはちょっと未知数なところがあるんで、まあ、期待も兼ねて、あとはレネ・バイラーの采配にもよるんだけど、使うかもしれないねっていうところですね。で、一応トップ3スタッツ見てみると、ロングパス成功率っていうのが異様に80%。とうん。 で、タックル数もそこそこやっているよと。で、細かいスタッツを見ていくと、えー、まあ、今シーズンはまだ点は決めれてないのは、まあしゃーないとして。まあ彼は本当に献身的なプレーがメインなんで、まあやっぱり敵陣のパス、ロングパスが成功とし成功率としては目立って見えてくるし、まあ、チャンスクリエイト数っていうのね、 えっと、ペナルティーエリア内でのスルーパス成功しましただったり、ペナルティーエリア内からのクロスが成功したとか、ラストパス出したっていうのがこのチャンスクリエイト数なんだけど、J リーグによるとね。まあそういうのを演出できるからこそ、ピットカみたいに持ち上がって真ん中からなんか違いを生み出してくれ、ボール持ち運んでくれ、なんかキーパス出してこいみたいな使われ方するのもありえなくはない。なんでボランチの可能性はあるかなと。で、守備自体もタックル自体は77%パー。 で、ただ、さっきのピトカー中村の話をしたように、決して泉は身長が高い選手ではないので、まあ、樋口も高くはないので、そのボランチ目がけてゴールキック蹴られちゃうと、そこせらせても勝てねえなっていう。そうするとセンターバックが前に出てくる。でそこでもしセカンドボール拾われちゃったら、一気にピンチになりかけるよねっていう。ちょっとま、リスクがある使い方だから、なかなかスタートからボランチで使わないのかな。 っていう感じだね。うん。で、まあ、カード自体はそんなにもらう印象はないんだけども、ただ、その、ボランチに求めることとして、樋口がボールをさばけるから、まあ、今までのレオシルバだったり、今のピツカみたいに持ち運べる選手を置くかどうかっていうのが一個大事で、中村良太郎ももちろんできるとは思うんだけど、やっぱり前を向いてドリブルできる。持っていける。で、持ってった時に的確なパスを出せる能力っていうのは、 まあ、ラストチャンス、ラストパスを生み出すっていう意味では、泉の方がまあ、攻撃的な面もあって、得意なんじゃないかなと。ただ、守備面は、中村の方がまだいいのかなーって気はしますけどね。うん。で、そんな泉だけれども、まあ、泉も、ちゃんと試合には、えー、サブで出続けてはいるものの、そうだね。やっぱり、レネ・バイラーが合流してからスタメンが増えてきているっていうのが特徴的で、まあ、やっぱり、 監督からすればお気に入りの選手の一人なんじゃないかなとは思います。で、ルバンカップ大分戦、ガンバ戦ともに90分出ていて、で、その中でガンバ戦に関してはシュートを打てて、直近の清水戦であってもシュートを打っているんで、まあ、スタメンで使えば何かしら違いは見せてくれるだろうなっていう選手ではあるんだけど、まあ、果たしてそのピトカの代わりに持ち運び役としてボランチでおくかどうかっていうのは、可能性としてはなくはないけど、 ま、ここはレネさんがどうするかな。うん、使い方次第では化けるというか、まあ、うん、ボランチとしても起用できるんじゃないかなとは思います。で、まあ、第二候補に泉を挙げたんだけど、まあ、泉をボランチで使うんだったら仲間も使えるだろうっていうことで、仲間がボランチとして使われる可能性もなくはないかな。うーん。 まあ仲間も泉とちょっと似てるっちゃ似てるんだけど、やっぱり献身的で、たまりわにも激しくいけて、で、守備もサボらずにできる選手。だし、まあボランチの経験がちょこっとあるっていうのもあるし、まあここは多分、レネさんが泉か仲間かどっちかをボランチに置くことは考えたとしても、どっちが好みかなぐらいの違いしかないのかな。やっぱりやってるプレイスタイル的には似てるところがあると思うので、 まあそれこそ仲間も前向いてボールを運べる。けど本当に泉と同じで、そのハイボール処理にはちょっと不安があるっていうのはあるんで。ただからまあ仲間はその、そうだね、柏サポーターが以前に教えてくれたことがあるけど、張り切りすぎてカードもらいっていうのは <laughs>、まああるみたいで、まあそんぐらいガッツがある方がね、応援してる身としては頑張ってほしいなって心から思える選手ではあるんだけど、まあボランチとして起用するかどうか、 っていうのは難しいところだし、まあ、あの、今やってるサッカーからすると前から取りに行くっていうのがあるんで、その左サイドハーフも守備に加わるって点では泉も仲間もどっちも左サイドハーフを置けるし、まあ、ボランチでも、ピトゥカがいないんだったら置くっていう選択はあるのかなとは、うん、思いますね。 で、そんな仲間のスタッツを見ていくと、ま、あやっぱり平均クロス、平均シュート、チャンスクリエイトっていうふうに、結局前での仕事はやっぱできているっていうのが大きくて、まあ、そこが評価につながってるのかなと。で、目立たないところで数字には残んないかもしれないけれども、守備も献身的でよく走ってるし、まあ、サポーターからしても嫌いだっていう人はいない。むしろ好感度は高いんじゃないかな。一生懸命一試合一試合目の前のことをやってくれてるんでね。うん。 まあ、チャンスクリエイトに期待するのもあるけども、まあ、タックル成功率50%で空中戦が25%っていう風には、やっぱりさっきと同じことが言えてしまう。で、ファール受けるのとするのが3-3だけど、まあ、イエローは今のところもらっていないと。で、えー、仲間も、まあ、ルバンカップが、直近はあったとはいえ、まあ、清水戦でもスターティングメンバーで使ってもらった。まあ、それがリーグの初スタメンだったかな。鹿島に来てからはね。 で、ルヴァンカップでも結局長い時間使われて、まあ、岩政さんからレネバイラーに変わった時の方が、仲間をよく使う方向ではあるのかな。うん。まあ、最初はもちろん岩政の時は馴染ませるって意味で、そこまで出さなかったかもしれないっていうのはあるんだけどね。あただこの仲間泉の使い方をこれからどうしていくのか、ピトカの穴埋めとして、どちらかをボランチの候補にして、どちらかを左サイドハーフの候補としてっていうのは、 まあ、どっちかにするのか、はたまた今月中は入れ替えて試してってやっていくのかはわからないんだけれども、まあ、仲間ももちろんボランチの候補としては入ってるんじゃないかなと。まあそしてね、まあ、鹿島サポーターで、まあ、ボランチでパス出せるやつって言ったら、期待の船橋だろうということで船橋も候補に入れました。うん。 で、彼はね、えー、アントラーズユース、なんらも筑波ジュニアだから来てるから、まあ、アントラーズの血を知っているってことで、三藤さんも直接ね、見てた選手だし、まあ、実際、そのザーゴの時は、ちょくちょくスタメンで使われることもあって、やっぱりくさびだったりとか、ボールを持って前向いて、一発ストーンって入れるっていうのは、やっぱ輝いて見せることはできてたんで、まあ、もちろん、 レネバイラー監督もそういうところは評価してると思うし、ただ彼も、そうだね、もうルーキーじゃなくなってそろそろ試合に出たいで。特に、まあもちろんガツガツしてるところはあるだろうし、試合に出れない悔しさもあるだろうし、まあピトゥッカーが来るまで船橋で代役やってた過去があったように、まあ彼がここで急に抜擢されるかどうかって言われたらわからないけれども、入れてみても面白いかなっていう気はしますね。 うん、船橋。ま、いいろいろ練習試合、公式戦に出てる中で、彼が、ボール持って前向いて、ルックアップした瞬間には、何か生まれるなっていう、このワクワク感みたいなのを見せてくれたんで、まあ、ボランチで、ボールを持った時には、違いを生み出せる選手だとは思ってます。ただその守備だったりとか、やっぱりまだプロ経験が浅いので、 うん、ベテラン相手にした時に出し抜かれちゃうっていうのは、ま、これから勉強していくことで、ただただ下向きにがむしゃらにやって、もしピテカの代わりに抜擢されるんであれば、めちゃめちゃ頑張ってほしいなと。うん、個人的には、ユース出身っていうのもあってね。応援はしたいです。で、そんな船橋ですが、えっ、ー、と、ルバンカップのセレッソ戦だね。えっ、ー、と、一番最初かな、ルバンの。その時に、えっ、ー、と、途中から出て、18分くらいか。 出てるんだね。まあ、この結果、まあ、あ最初は負けてしまったんだけど、まあ、一応今シーズン始まって、岩政監督の元ではあったけど、一回試合を積んでるっていうのは、まあ、本人としてもそこで勝てなかったのは悔しかっただろうし、ここでもし抜擢されるのであれば、奮起してほしいなと。で、続いてそんな船橋と、同い年の小川。ま、あ少子高校から一緒に入ったストーガー、 金沢にレンタル行っちゃって小川が残ってってことだったんだけど、まあ小川はそもそも取った時点で最初もフィジカル強化から入らせるぞっていう話があって、で、えー、少子高校、あ、少子じゃねえ。<laughs> で、もうボランチをやっていて、うん。で、ボランチ、その全国選手権とかの時は結構ボール散らす系で、ボールも結構なんだろうな、重心が低いっていうのもあって、刈り取ってくれるような選手ではあって、 ただ、彼は昌平高校から、うん、うちに上がってきて、まだプレーを見たことがないっていうのがね、うん、今シーズンに関しても、去年に関してもそうなんだけど、やっぱりもうちょっと見たい、1、うん、一回見てみたいっていうのはあるんだよね、うん。で、えー、小川が所属してた FC ラビーだっていうのがこれもう15歳以下のチームでもう、 全国とかもガンガン取るようなめちゃめちゃ強いチームから来た、もうテクニック化け物の奴らが集まってる。そんなチームから翔平高校でまあこれ結構ラビーダ翔平ラインっていうのはあるんだけど、まあそこからボランチでずっとやってきててっていうことでもう、才能自体はやばいと思うんだよね。めちゃめちゃいい選手になると思ってる。ただ、やっぱりうちのカシマが見てる通り、フィジカルが足りないボランチでやっていくためには、借り取る能力、フィジカルっていうのがあるんで、 まあ、小川自体はどうだろう。キャンプとかだったらサイドハーフで使われることもあったとは思うんだけど、まあ、ここでもしかしたら序列がひっくり返って背が低くても、ボール刈り取れるし持ち運べるし、裁けるぞっていうのを、監督にアピールできれば、大抜擢っていうのはあるかもしれない。まあ、そんな期待を込めて。まあでもやっぱりその仲間泉中村に比べると、まだまだちょっと難しいところはあるけど、でも急に若手がね、ポンって出てくることもあり得るんで、 船橋小川に関してはちょっとと期待いいうぐらいで,す、ね、で、すねで最後に、まあ、このサムネ作った時にも思ったんだけど、もう俺はもう今シーズン始まった時からピトカがいなくなったらもう代わりにできんのはこいつしかいないだろうってことで俺はね、名護慎太郎。彼はね、湘南レンタル行ってきて帰ってきて、まあ、湘南でもそこそこ試合に出させてもらってて、 でもやっぱ彼はね、もうなんだろう、ロマンじゃないけど、やってくれんだろっていうね、あるんだよね。もう勝手な俺の偏見なんだけどね。ただピトカの代わりで一番、これじゃねっていうのは、俺は個人的にはナゴ。うん。でも彼はやっぱりこの、今シーズン出だしを怪我をね、昨シーズンから引きずっていたのもあって、なかなかね、合流が遅れてしまったっていうのもあるんだけど、まあ、監督変わっ で、この名護の持ってるポテンシャルっていうのを全面に出すことができれば、ピトゥカと入れ替わってスタメン取るぐらい伸びてくれないかなとは個人的には思っていて。名護はやっぱりタッチ上手いし、前運べるし、ドリブル上手いし、パスもさせるし、いや、マジで何でもできる選手だなーっていうのは思ってるんだけど、まあ、さっき言ったみたいに中村ピトゥカと違って、 で、その身長が別に高くはないので、そのハイボールに関する処理の仕方だったり、あとやっぱり名護って結構前に行くときはすごい輝くっていうのが印象としては残っていて、守備の時はどうなのかな。そこはちょっと見ないとわかんない。その湘南でどういう風にやってきて、どこが成長したのかっていうのをまだ今シーズン歌詞まで見れてないから、 もしそこをアピールすることができれば、ナゴがスタメンを奪い返すようなこともありえなくはないかなとは、個人的には思ってます。ただまあナゴに関しては正直ピトゥカに比べて、樋口の方が、うん、ライバルなのかなって感じはするんだけど、まあ別にナゴと樋口並んだらめちゃめちゃ面白そうなサッカーだし、まあ、ピトゥカみたいに運べる、うん。 っていうのは、ま、ナゴが一番ポテンシャル自体は持ってるんじゃないかなっていう意味で期待を込めて、もうピッツカの代役任せられるならナゴだろうって俺は言いたいかなと思ってます。で、やっぱりま、今シーズン通算ゴール3点決めてるっていうのはあるんだけど、まあ、本当になかなか試合に出れない中で湘南で出してくれたっていうのは本当にありがたいし、うん、それをうちに持ち帰って、どれだけ発揮してくれるかな、ここで、 もうピトゥカーが出れないのをチャンスに変えられるような選手だとは思っている。ただその怪我から復帰したのがどれぐらいなのか、その怪我前のパフォーマンスができるのかっていうのはやっぱ試合に出てくれないとファンサポーターからすればわかんないので、まあそこの様子見っていうのはあるんだけど、まあそれこそピトゥカーの代わりの第一候補中村だったり、まあオプションによって泉仲間、 っていうところに入ってくる、入ってきてもおかしくないかなとは個人的に思ってるんで、ま、ピトカの代わりを務めるんだったら、ナゴでもいけるだろう。ナゴが一番面白そうなことすんじゃないかな、みたいな感じでは僕は思ってるんで、ちょっと彼は今後に期待だし、意外とこうやってピトカが出れないぞってなってスタメン発表でえ名護、え、ナゴってなる可能性もあるんで、そしたらそれで楽しみかなと。 まあ若手の二人も含めて、名護も含めて、スタートダッシュ遅れた、アピール遅れた組にとっても、まだまだ長いシーズンで、やり返す、見返すチャンスっていうのは、ちゃんと練習からガチガチにやってれば認めてくれるのがアントラーズなんで、まあなんでそういう努力を怠るタイプでもないし、もう名護はもう毎朝起きたら迷走してるぐらい。<laughs> <laughs> これあの、リクシルかなんかの YouTube でしたけど、まあそれぐらい真面目な選手なんで、彼はがここでチャンスを手にして、ピトカから、ピトカが戻ってきてもスタメンは名ごだぞってなる未来もありえなくないかなと思ってるんで、うん、彼に期待したいかなと思ってます。えー、ということでね、えー、ピトカが4月ずっと出れない中で、誰が出て、えー、誰を起用するのかっていうのはもちろん、 監督にしかわからない判断ではあるんだけど、まあ、一サポーターとしてね、こういう選手を使えばこういうメリットデメリットがあるんだよみたいなのを簡単にまとめてみましたが、まあ、あ誰が出ても鹿島じゃなきゃダメだよねっていうのはアントラーズが目指している姿で、まあ、誰にでもチャンスはあるし、みんな才能があるし、ただその監督が今日はこういう攻め方する、こういう守り方するからお前だっていう決め方もあるかもしれないから、 当然、選ばれた、選ばれなかったの中に、優劣っていうのがはっきりとあるかはわからない。っていうのは当然ですね。えー、まあ、4月いっぱい誰が起用されてその結果がどうなるかっていうのはあるんだけど、まあ、ピットカも自分自身のコメントでやらかしちゃったなってすげえ反省してるよって言ってるぐらいなんで、まあ、サポーターからしてもピットカもうそれはやめてくれよとかね。もう、キャプテンマーク巻いてんだからそんなイライラしないでよ、みたいな。声はあるんだけど、 ま、本人がめちゃめちゃ反省してるんで、まあ、チームサポーターとしては、ピットカが帰ってくるまで勝ちでつなぐしかないだろうと。うん。結局そういう結論になると。なのでそのどんな選手が出ようが、その選手にとってはチャンスだと思ってほしいし、逆に今まで試合出れなかった選手からね、すれば、もうこれをつかめばもっともっと試合出れる自分のキャリアが変わっていくっていう大きなキロ。 うん、だと思うんで、まあ誰が出ても、誰が出なくても、応援し続けるっていうのはサポーターからすれば、やらなきゃいけないことだと思っております。で、やっぱり、もうさっきも言ったけど、4月いっぱいはピトカが出れない中、勝ちを繋げるしかない。なので、まあ選手チームサポートしながら、サポーターは、応援とかね、声援を引き続き、やっていこうと。 うん、で自分自身もそういう気持ちでね、ピトカの分まで活動ぐらいの気持ちで、毎試合見届けようかと思います。で、まあ、最後に宣伝なんですけれども、えー、アントラーズの、えー、試合を見ながら、僕の方で、チャンネルの方で、生配信でね、まあ、みんなと、あの、視聴者の方とおしゃべりしながら、アントラーズの試合を見るという配信をやっているので、ま、ぜひに興味持たれた方は、配信の方にも遊びに来てくださいね、と。まあ、今回はこんなところで。 終了とさせていただきます。ではそれではまた配信で会いましょう。ではではさようなら。